静岡新聞主催の合同企業ガイダンスがここグランシップで行われています。67社に上る地元企業が参加し、多くの学生が集まっています。就職活動の中ですでに第一クールっていう企業さんですね、選考されて採用活動されている企業さんはそろそろちょっと試験が始まるぐらいのところなんですが、学生も早い動きの学生はさらにその第一クールのクールで受ける企業にプラスして、新しい情報を得たいなっていう学生がこの会場に来てまして、それからこれから就職活動を始めるっていう学生もこういう場所で、効率よく企業情報を取ったりとか、企業さんと接触をしたいなということで来てると思います。今回なんですが、出展企業の数は何社ぐらいで、どのような企業が出展されているんですか？全体ですと、一般の企業さんは、約70社ぐらい、それから今日こちらにですね、留学生とかですね、留学経験のある日本人学生を取りたいっていう企業さんが、約10社来て、合わせて80社ぐらいになってますね。少しですね、景気が持ち直してきてるっていうこともあって、企業さんのこう採用意欲が旺盛で、それにつれてちょっと学生さんの動きが遅いかなと、そんなイメージを受けてます。この静岡ならではの企業という意味ではどのあたりが注目の企業ですか？静岡ってもともと産業のデパートってこう言われてるた時代がありまして、もともと製造業のが強いっていうところですが、随分やはりその製造業の中でもこうグローバル展開をしている会社さんが非常にこう増えてきたかなと、静岡の会社に入社しても世界を狙えるというんですかね、静岡にこもることなくこう世界を目指せるっていうような企業さんがやっぱりたくさんありますね。来年からは就職活動が解禁されるのも3月からと、今年と変わって遅くなっていきますけれども、そういった点から学生さんはどのような就職活動が、基本的には、学生生活を充実させるっていうことがまず一番なんだろうなと思います。からその就職活動に直結するような活動をですね、1年の時からやる必要はなくて、その周りの仕事をしているこう若い世代の人たちとこう接触をするだとか、お父さんお母さんの仕事に興味関心を持つとかですね、少しでもこう仕事が自分と身近になるような、そういう行動をこう取ってほしいなと。おそらくテレビの見方なんかもですね、仕事を軸にすれば変わってくると思うし、スーパーに行った時なんか、これどんな会社の人が作ってるのかとか、どんな人が買っていくのかとかですね、就職活動っていうことではなくて、少しこう自分と仕事の距離を縮めるっていうことを意識をしておいてくれれば、何も慌てることもないのかなと、そんな感じがします。とりあえずこういう会場に足を運んで同級生の姿を見てみるって、そのことだけでもこう刺激になって自分の就活が変わっていくんじゃないかなと、そういうふうに思います。選考に当たって、どういう人が求められてるとか、あとは逆にあんまり求められてる人材とかいうこと考えないで、自分のありのままを出してほしいなとか、そういう話を伺いました。一番このガイダンスでこういう話を聞きたいって思っていたことっていうのはどういう話ですか？そうですね、やっぱりこうホームページを見れば事業内容とかは分かると思うんですけど、社内がどういう雰囲気だったりとか、あとはその人自身が生き生きしてたら、この会社いいなとか思えると思うので、その人事の方がどういう人なのかなっていうのを結構興味を持って見てました。私の場合は東京の就活も並行してやってるので、あんまりこう静岡にずっといることもできないので、今日すごいたくさんの企業さんがいらしているので、
まあそうですね、効率よくいろんな企業さんの説明を聞けるっていうのが一番大きかったかなと思います。自分が思い描いている、社風とかとはまた違って、本当の姿というか企業の本当の実態というか社風が見れたりして、とても参加してよかったなと思いました。金融か旅行代理店か、まあ、サービス業、接客業に行けたらいいなと思っています。企業の方と接する機会というのは普段の生活ではあまりないので、自分の性格と似ている企業の方と会えたら、その企業に合ってるかなと思いました。はい、今2社ぐらいしか回ってないんですけど、自分が興味あるやつ以外にも意外と知らないこと多かったんで、視野が広がって良かったと思います。実際今の志望のジャンルっていうと、どういうジャンルなんですか？ブライダルになります。ホームページとかには企業理念とかすごいいろいろ載ってるんですけど、やっぱり入社してからのその会社の雰囲気とか全然あまり詳しくは載ってないので、そういった会社の雰囲気とか先輩方の雰囲気とかを聞きたいなと思います。行きたいなって思うような興味を持った企業が今日少しでも見つかれば、それこそいろいろ回れるタイミングなんで、このタイミング見つかればいいかなと思いましたね。そうですね、でも気持ちやっぱ東京も楽しいんで、どっちかというと東京の方に残りたいという気持ちはあるんですけど、やっぱ地元もいいなっていう思うところもありますね。とても打算的な話になっちゃうんですけど、こういう人物が欲しいっていうところで、よくありがちなのが、なんか自ら行動できて明るくてみたいな、結構お気に入った回答が合同説明会だと多かったりするパターンが多いので、もう一個踏み込んだもうちょっと細かいところ、それこそ選考にあたって書類を書いたりするんですけど、そういうところの自己 PR を書きやすいところを自分で拾えたらいいなと思いました。来年の就活は3月からと遅くなりますが、こういった企業の情報を収集する場は学生の皆さんにとって今後ますます重要な場となりそうです。